前橋いいね。春光の街中日記。今日は三河町の名店スペイン料理エルビエントについてオーナーの陸川武雄さんにお話を伺います。はい、外で遊ぶことが大好きなですね、スペイン料理レストランエルビエントのオーナーの、陸川武雄と申します。三河町にあるエルビエント、中央前橋駅の南側の路地にあるお店ですけれども、改めてお店の紹介をお願いします。はい、当店はですね、本格、スペイン料理をオープンキッチンで、四季折々の、素材を使って、提供させていただいております。小さなお子様がいらっしゃるご家族からおじいちゃまおばあちゃままで、幅広い世代でですね、お楽しみいただいております。ちょっと目立たない路地にあるんですけれども、あの場所にお店を出した理由ってありますか？そうですね、私はですね、趣味で手品を、しています。流れにはこうオチがついてですね、驚きだとか喜びだとかっていうのをですね、オチで感じると思うんですけども、まあ、うちのお店も同じでですね、街灯もない、路地に足を運んでみる、すると店内が見えないレストランがある、少し不安、なんとなく音楽が聞こえる、一歩踏み込んで5歩入る、そうしたらですね、明るい店内にですね、こう、賑やかな笑い声だとかがあったらですね、ああ来てよかったなとか、いろいろこう、お客様が感じる部分があると思うんですけどもですね、そういうサプライズをですね考えて、そういう路地裏になったんじゃないのかなってまあ思いますけどね。本当にね、こんなところにこんなにお客さんがいるお店があるんだってびっくりするんですけれども、エルベントというと、なんといってもね、パエリアが米から作った、生米から作ったというパエリア、そして、ね、スペインオムレツのタパスも美味しいし、個人的にはね、ここで食べたベリコブがすごく美味しいっていう買ったんですけれども、このメニューのおすすめを教えてください。ですね、イベリコ豚もどんぐりしか食べてない、豚でですね、スペイン特有の豚なのでですね、それも本当に美味しいんですけども、やっぱりパエジャ、まあ一般的にはパエリアと言われてますけども、これ俺はパエジャと言っております。スペイン料理の入門としてはですね、魚介のパエリアをお勧めしております。あとたくさんのタパス料理がございますので、四季折々の、素材を使った、タパス料理をこちら、あの黒板メニュー見ていただいて、ご注文ください。エルビエントではフラメンコなどたくさんのイベントも行われていますね。お正月のお餅つきから始まってですね、ワインとスペイン料理の会、ジプシーダンスショー、幼稚園児のためのパエリアを作ろう会、尾瀬山小屋のパエリアパーティーなどあります。何か近々におすすめのイベントはありますか？シェリー酒とアンダルシエ料理の会が、6月23日日曜日に開催いたします。それぞれの料理に合うそれぞれのシェリー酒を専門家の解説を聞きながら楽しく知識を深められるイベントです。今後やってみたいことなんてありますか？オリジナルゆるキャラを作ってみたいです。はい、楽しみですね。はい、それでは最後にリスナーに一言お願いいたします。はい、当店はですね、本格スペイン料理、気取らない食卓です。ぜひお気軽にお問い合わせご来店ください。春光の街中日記、今日は三河町のスペイン料理エルビエントを紹介しました。ぜひ一度おいしいパエリアを食べに行ってみてください。それでは陸川さん、今日はありがとうございました。どうもです。